横浜巨人最終戦、関東で行われる最後の巨人戦も消化ゲームのためかご覧のように寂しい意味です。しかし個人タイトル争いは熱い戦い、盗塁王を狙う尾形は三塁へスチールを試みますがタッチアウト、横浜石井に差をつけられません。一方首位打者を狙いますローズは3打数1安打で打率3割2分6厘トップの座を守っています。試合は3回横浜が巨人先発斉藤を攻め2対2の同点からルーキー佐伯のタイムリーで逆転、4回にも3点を追加して斉藤をナックアウトしました。投げては野村がハーラートップに並ぶ16勝目を完投で飾り6対3で横浜が勝っています。姿はご存知ジャイアンツの松井君、今年の新人の中でも彼の注目度はナンバーワンでございまして、その証拠はこれ、まあ、頭上のマイク、その数の多いこと、しかも何を録音してるのかといえば単なるうがいなんだよ。うがいだってマシなら絵になるぞってんで各局一斉の取材と相成りました。いやーこれは噂以上の大物だ。そして第3ラウンド舞台はドーム、出てきたのが当たり屋金森、まあ、普段ならデッドボール大歓迎のこの男、今日は態度が違った。決まりなのいいけどみんな出てきてね、一人だけ後悔させないでね、もう知ってやろうじゃねえか、もらえたもん出ない。というわけで始まった第3ラウンド、気になるのは中畑コーチとハウェル選手、どこだっけ、どこだろう、72番と44番なんだけど、痛い、見つけたよ、あ、どうぞ、変だろ、目が笑ってる、この前どうまた、どうもごちそうしてね、またね、あら、ニンニク臭いですね、ね、先輩。乱闘が一段と激しさを増したその時、遅ればせながら松井登場。みんな危ないっすよ、あおー、古田さんもね大人でしょ、危ないっすよ。この日一番の被害者は巨人の堀内コーチ、ユニフォームを引き違えてボロボロ、トレードマークのメガネも行方不明。そこですかさず松井君、堀内コーチのメガネにゲッ、コーチメガネ預かっときます、メガネは顔の一部でしょう。さすが大物新人、乱闘には加わらなくても抑えるべきところはちっと抑えておりました。ギャオー高島監督、今日は何としても勝ちたいところ。そのジャイアンツは2回、新人を狙うドラゴンズ先発の鶴田からバーフィールドが右中間スタンドへ第26号のホームランを放ち、あっさり1点を先制します。一方こちらは尾形、3回に24個目の盗塁を決め、ベイスターズ石井との差を2と広げました。ゲームの方は6回、ここまで2三振の松井がライトへ痛烈なタイムリーツーベース、さらに原のタイムリーも飛び出し、ジャイアンツが3対0とリードを広げます。これに対してドラゴンズもその裏、2番手橋本から中村の犠牲フライで何とか1点を返しますが後が続きます。ジャイアンツはこの後宮本、木田とつなぎ何とか逃げ切り A クラスを確保、勝率5割へも希望を残しました。監督は今シーズン不振だった打撃陣の立て直しをこのオフの課題とし、特に軸になる4番打者の必要を語っています。一度も爆発なくして波に乗り切れずにですね、どんな悪い優勝を逃したシーズンとしても、一度や二度爆発あってね、その時期でもあるんですよね。とうとうそれも4連勝は2回でね、たったの2回ですからね、4連勝ね、130件戦ってね、まだまだ松井といえどもまだ計算されるまでの力はついておりませんからね、あくまで期待の星であって、早く一日も早く計算できうるそういう能力をですね、野球人としてね、やっぱりつける、そういう意味においてこのオフとかね、大事なやっぱり日々を過ごさないかんということでしょうし、お知らせの後はその中日巨人最終戦、そして阪神岡田選手とさよなら試合です。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあそれでは今日行われた2試合見てみましょう。決してよくやったという感じはないという高木監督、チーム打率があと2分上がってたらという長嶋監督、中日巨人両チームにとっての長いシーズンも今日で終わりです。ノーアウトフルベースのチャンスをいきなり初回使いますドラゴンズ、4番は最終戦フル出場になりました落合、ワンストライクツーボールからの4球目、最後に見せつけてくれた今シーズン65打点目。今日は応援に長男福士君が駆けつけていましたが、その福士君も大喜びです。3回
二回り目に回ってきました尾形がルーキー佐藤からツーベースヒットを放ちました。この尾形だけにジャイアンツ打線は唯一タイトルがかかってます。三盗を試みるんですがタッチアウト、25個目の盗塁はなりません。しかし盗塁王はほぼ確実な位置にいます。ツーアウトとなって河合を歩かせます。3番の松井に回ってきます。インコースのカーブ、1万4000人のお客さんが一瞬シーンとなるような最上段のホームラン、場外かという長嶋監督に対して打った本人はよく飛びましたねと、まるで人事のようです。2対2の同点になりました。2回を抑えました木田、この回の先頭バッターは種田、これを打ち取ってプロ入り2度目の規定投球回数に到達しました。登板させてくれた監督に感謝したいということです。2対2で迎えました5回です。ツーアウトとなってバッターボックスには代打の矢野、これだけに絞っていたというストレートを打ちました。今シーズンの第1号は最終戦になって出ました。3対2とドラゴンズが勝ち越し、そうなりますとマウンドに登るのは3人目山本正弘。この山本が素晴らしいピッチングで締めくくりました。4回ピシャリゼロで抑えています。今中に並ぶ17勝目を挙げました山本。明日のベイスターズ野村のピッチングを待つことになります。これでドラゴンズは73勝52敗2引き分けの2位、ジャイアンツの方は64勝66敗1引き分け3位でフィニッシュしました。 A クラスを守ったジャイアンツなんですが、14年ぶりに5割のラインを割れたということになりました。今日甲子園を埋めた2万